えー、皆さんこんにちは新しく文部科学大臣に就任いたしました後衛です本日は日本の教育に革命をもたらす新しい方針を発表しますそれは生きる力です生きる力とはどういう意味ですかまたそれが今本当に必要なのでしょうかこれまでの生きる力はもはや時代遅れです今必要なのは生きる力つまり 中学生が友達の前で生きているような自信に満ち溢れた態度ですこれこそが今の時代に合った教育のあり方だと考えますではこれまでの生きる力の要素として重要視されてきた確かな学力についてはどうなるのでしょうか確からしい学力にシフトします正しい答えを出すことよりもどれだけ確からしく見えるかが重要なのですみんなが確からしいと思えばそれでいいんです なお今後は全ての学力テストを廃止しどの面も出る確率が同じ精密なサイコロを投げて成績を決定します。なるほどでは豊かな心に関してはどうですか豊かな防身をスローガンにします。皆さんご存知の通り三角形の防身は数学で軽視されがちですがこれに焦点を当てることで身の回りの小さいことにも配慮できる心豊かな人間が育つことを期待しています。最後に 健やかな体はどう変わりますかこれは健やかな体になりますつまり代数分野における群感体の特に体に焦点を当てた健康です具体的には逆弦の概念を健康に生かすためムーンウォークで生きりながら投稿することを推奨します 大臣の目指すビジョンが見えてこないというう声も一部上ががっていいいます具体的には何が変わるのでしょうかいいことを聞いてくれました実は生きる力も生きる力も部屋の模様替えのようなもので実際にはほとんど何も変わりません少しでもイケてる看板にしようとしているだけですなお来月は生きる力5.0プロマックスそのよくよく月はめっちゃイケイケみんなでウェイフォア2 0 3 0にするつもりです 名前を頻繁にに付け替えて現場はは混乱しませんかそれは非常にありがたいご指摘です実はそれこそが私の意図です目の前に次から次に流れてくる新しい用語に踊らされるのではなく現場の先生方には本質的な点を見極めてそれを追求していただきたいのです教育は人の成長を支える仕事本当に大切なことは頻繁に変わるものではありません 私の生きりワードの洪水によって逆に本質が浮かび上がってくるのではないかとこのように期待しています。私からは以上です。